行きましょう。距離いくつでした？110フォローです。100いい長さんも、はい、パターンと打つんだよ。はい、素振りしてもうささっと、そういいですか、もう構えて、せーの、1212でインパクトね。はい、入りましょう。ほれー、ナイス。どうなの、どうなの、完璧じゃないの、素晴らしい。あんなんでいいんです本当に。いかに蚊よりも変わんないでしょ、いかに無駄なことやってたか分かるでしょ。地面打ってないでしょ、地面ドンで終わり。 それだけ考えて打ってみていいですか。マットをドンって打ったら終わりにしてください。で、風右からだからちょっとグリーンの右端ぐらい狙って、何番？52度。 OK。地面打てましたか今？打ててない。打ててないでしょ、そういうとこですね。これが課題です。だからフェースをかぶせてるから、もともとね、ゴルフってこうフェースがもともとすごいかぶってる人ってまっすぐ飛ばすためにはこうするしかないんです。だから手が浮くから全部トップするんですよ。じゃあ開いてるのがまっすぐだと思ってる人は絶対こうやって閉じたくなるじゃないですか。黙っても地面で打つんですよ。だからショートエンドでこう被せちゃうのがもう癖だから、もうこうやってまっすぐ飛ばすのがもうちょっと癖になっちゃってるのね。だからここはまあ改善の余地があります。はい、ももちゃん行きましょう。ももちゃん何番？9番。届きません、はい、7番です。まあ、やるべきことは右足を上げないで地面をすることのみです。それだけです。まだ足上がってる、足上がってる、足上げない、足上げない、上げないで、そう振ったら最後に足が上がる、そこで、そういうこと、そういうこと、 OK。 はい、行きましょう。完璧、完璧、ナイスオー、ナイス。ちょっとちょっと素晴らしいです。さあ、さっきの復習ですか。自分ではありえないぐらいもっと開いてもいいです。はい、で少しクローズに構えて、もっと開いて、もっと、そう、はい、で振るだけです。ダメダメ、戻ってきた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 よ。そう、そこでしっかり握って、こう、あとはそのまま手が出たら右行っちゃうじゃないですか。だからクラブ動かしますよね。それだけ意識して打ってみましょう。そうです、そうです、そうです、そうです。まあ結果オーライ。もう一回フェースを開いて、はい、でここをちゃんと叩いてみて、はい、バックスイングちゃんと上げて、はい、そうです、そう、球上がるでしょ、こうやってね。こういうのができないんですよ、いつも。わかりました、はい、ちょっと甘いですよ、身が。はい、強いか、ちょっと強かった、はい、もっと足広げて、もっとちゃんと足広げて、もっと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 広げて、そう、もうちょっと左向いて、はい、 OK です。うん、まあ、パターはちょっとこのホール教えます。やったんじゃない、ちょっと弱いか、 OK。もうじゃあカップ1個左です。そう、パターもちゃんとしっかり足を広げて、そうです、
し、オッケー、オッケーです。はい、じゃあちょっとももちゃんパターやってもらっていい？はい、じゃあ中田さんとジョージちゃんはももちゃんのパターを見て感じることを率直に素直に言ってください。はい、見てどう思いますか？緩んでる、ヒットしてない、ヒットしてない、緩んでる、うん、ですって。はい、じゃあなんで緩んじゃうんでしょう？大きい、バックスイングが大きいって。はい、じゃあちょっともう一回ボールありますか？昨日一緒に回ったんだよね。なんで言ってあげないの？人の見て余裕がなかった。OK。 ももちゃんね、もう今ね、ジョロちゃんと中田さん言うように、もうダウンスイングでめちゃくちゃ減速してるのね。でバックスイングをちっちゃくして加速してボール打ってください。ちっちゃく加速します。そう、そうやって打つとほら、はいはい、分かった、ね、そうやってやるんです。いいですか？パターでもショットでも減速するクラブって一個もないんです。必ず加速していくのね。ちょっと効果出すぎじゃない？ちょっと、はい、行きましょう。